いやー、年も老けてまいりましてですね。暮れてまいりましてですね。いやー、なんか、寒いんですけど、楽しみなことも多い、毎日ですね、先生で。あ、井上もあございます。ノービルサトです。ありがとうございます。ということで、今日こちら、どうでだまあ、日本代表のミにあんませは圧倒し続ける90分波長攻撃だ。始まるぞ、ということで。そうなりそうですか、やっぱり。そうですね。ただ、これはまだまだプレビューじゃなくてですね。はいはい。 なんて言ってもまだね、だ全員が練習参加してるわけじゃないから、プレビューも何もあったもんじゃねえって状況ですから、はあはあはあ、何今回はですね、はあ、富安選手がですね、こういう感じで生きてえなみたいなことのプラン明かしてくれたってのがあるので。 はい、なでそれをもとに今までの代表のこう、うん、なんかやり方から踏まえるときっとミャンマーっこんなことが起こるだろうなってことを知っていただければなというところでございますこれは興味深いなるほどかりました、はい、ということでミロアカマイチやってますチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますお願いします、はい、ってことで改めてですけど、うん、まあこちらからいきましょう、はい、あくまでこれは火曜日夜収録時点でのノーミルク砂糖によるスタメン予想ですけどまあこんな感じじゃないかなとは思ってはいますおなぜこれ分かっちゃった、はい まあまあ<う>というか、う主義言いたいのは一箇所だけなんですけど、まず多分三笘選手に関しては、ミャンマー戦いないと思いますあーなんかお疲れモードってことですか。そうですね。われわれこれ、11月14日火曜日の19時半ごろ収録してるんですが。はいはい えー、三笘選手は火曜日夕方段階で日本代表チームに合流したんだけれども、うん、夜練習には参加しませんでした。うん、ああ、なるほど。ホテルで静養。やっぱり疲れが目立ったということで、うん。はいはいはい、移動もあるしね。そうですね、うんで。そしてその夜、だから我々がちょうどこの収録してる今ですね。はいはいはい。町田選手と渡辺選手は今合流です。ああ、そっか。か合流してから48時間しないうちにもう試合してる。わあ、わあ、わあ、わあ。ってことはもう出ないわね、一緒戦は。 でもどうなんだろうねわかんないけどまあ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 そうかでもどっちかって言ったら何よりの予想するのがまあセオリーだよねまあセオリーだと思いますねとかいろいろ考えるとまあこんな感じのメンバーになる可能性は高いんじゃねえかってのちょっと書いてみたよというところまあ誰が出ても私は心強いっていう思いを持ってますけどねそうですねええでか正直な話富安選手がねんかこうプラン明かしてくれたんですけど まあまあ、こんな感じですよ。あのー、もう今回、やっぱり相手がミャンマーなので、うん、あの、直近の成績では、なんか、直近5試合で失点1ぐらいしかしてない、すごい堅守のチームではあるんですけど、要は FIFA フフランキング的に言ったら、100位以上、差の離れたチームなんで、んね、正負けるわけはないと思います。拾いまくって、攻めまくって、うん、心折っちゃいましょうかっていうことですかそういうところですね。はははどこで言ってたんですかもうインタビューに臨んでいて、あ その相手にその差はあるってのはあるんだけれども、うん、いわゆる緩める必要性、こっちがスタンダードを緩める必要性はないから、ガンガンいって、波長攻撃でやってやるみたいなことをおっしゃってました、ね、で、それ考えると、こんなことが起こるだろうなってのを、えー、前回、えー、9月じゃない、ごめんなさい、10月シリーズの終わった後に作ったこうレビューのシートがあるんですけど、それをもとにいろいろ作ってきました。はい、はいはいはいけい。うん 相手上が上のこの赤い方がまあミャンマーと思ってください。引いてきますで、ね、こんな引いてきますね。いや俺ねなん、えー、ならもうちょい引くと思います。<laughs> もう引けないでしょこれ以上。まあもうこれ以上引いてももう意味がないぐらいだと思うんですけど。えー、それでもねまず僕は日本代表はミャンマー側にそれでもボール持たせるんじゃないかなと思います。あえて持たせる。あえて。えー ただ、いわゆる持たせても。こんな引いてボール持てないでしょ、ああ、さすがだね、<laughs> ねえ、どういうこと、どういうことあの要はこれ、前回の,あのいろんなね、<ぁ>えここまでのこうカナダ戦とか、ドイツ戦とか、まあ、いろんな試合だったペルー戦とか、それでやったのと同じようなプログラムをやってくるだろうなと思いますと。これは何かというと、<ぁ>あのまずはこのウイングとかサイドバック、まあ、特にウイングの皆さんとかってのが、この相手のサイドバックの選手だとかをまずはピン止めしますよと。 あとはインサイドハーフの選手とかフォワードの選手たちっていうところで相手のね、ええ、ディフェンダーたちに関してはもうガンガンもうプレスをかけていって、うんうん、そうすると相手のゴールキーパーからしたらもう,もうすでにこうフォワードが追ってくるから怖いっていうふうになるんだけど、うん、いざ採点戦見ると、要は日本のセンターバックたちがこうミャンマーのフォワードとこ2対1の状況、うん、このオレンジ白のここのエリアでも囲っちゃうと。うん、でだからそうすると残ってるのがもう大体一箇所ぐらいしか残ってないよ、このピンクのエリアだよみたいなところ一箇所だけ開けておいて、うんうんうん 相手のキーパーそこにボールを放るんだけど、うん、そこに遠藤航が突っ込んでってボール回収して、みたいなことがもう多分90分が続くんじゃないですかね。ああ、腰違いね、そう言ってる罠をかけるというね。そういうことですね。えー、だここを正直もう遠藤航選手で45分やって、うん、それでもう何点かも取っちゃって前半のうちに。このやり方の弟子に渡すってことですかそうですね。いかに早くこの試合は、 センターバックは渡辺強し、ボランチは佐野海舟、うん、そしてフォワードはホスヤマオ。うん、この3人にいかに早くスイッチするかってところが、日本代表全体が強化していくための一つなんじゃないのかなと。なるほど。なるほど。ははははは要はこのパターンで、てかもうプレスがハマってればこれ以外もう特にやること必要性もないですし、うん これでやりきれちゃって、あと攻撃っていうところでも、まあやることそんなにもう変わらなくて、このピンクのエリアで、こう、遠藤渡らがボールを持ちましたってなったら、うんうん、ここからウイングに投げるだの、それこそ中央みんなで前回の久保建英みたいな感じでこう、こ、ね、う、もう崩していくなど、いろんなことやれるかなというのがあるので、相手をそれでもファイブバックでもう、もうガンガンにもう押し込んでしまっても、みんなでどれだけ点取れるかのゲームをやってくれるんじゃないかなと思いますと。うんうんうん でまあ、改めてちょっとスタメンの表みたいなところ戻りますけど、ここまで、まあ、6月、まあ、9月、ずっとこう4点を取り続けるみたいな、はいね、日本代表がい、えー、10月もそうですけど<う>ありましたけどあれ、アジア予選じゃないですからね、欧州の強豪との試合ですからね、ね4点取ってますけど、はい、そうなんですね。えーえーえー だけど今回で言えば結構前回ともメンバー変わって、はい、まあ左だったら相馬君が来てくれた、うん、で右だったら堂安選手も戻ってきた、うん、で真ん中だったら鎌田選手も戻ってきたしやっぱボランチだったら佐野海舟がいる前世だったら細山穂が来たディフェンスだったら渡辺剛がいるってところで、うん、実はちょこちょこメンバーは変わってきたよねってところはその中でもやっぱり4点以上取れたっていうふうになればやっぱり本物だなっていうことは言えると思うから。うんうん これをどれだけ続けられるかってことになると思うし、何よりも、まず、あ、は皆さん、さっき気づいたかってところですけど、はい、キーパー変えてみちゃいましたね。<ー>ダイオン。ダイオンくんが、この2次予選の、この初戦先発っていうことになれば、うん、日本のゴールキーパー場をいわゆる最年少みたいな感じになるらしいですね。うんうん そのワールドカップ予選に挑む。そうそうそう,そう<ー>川口さんも川口さんが今までの歴代最年少だったんだけど、はい、その記録をザイオンがこのまわと上回るということになるなのですご、そうか。うえ、ザイオンさん何歳でしたっけ？今21です。川口さんが確かなんか21歳と200何日ぐらいのところで、うん、その予選での初めてのキャ代表キャップだったんですって。なるほど。大学がまだ21歳で100日も行ってない感じなので、このまいくとだから100何日分早く。 す晴らしいうこと素晴らしい、はい、素晴らしいというところにはなるんじゃないかと思われますと、うんうん、まあそんな感じだからもう富安選手や谷口選手あたりからも彼らがボール触る機会も本当何回あるのかってぐらいだと思いますけど、うん、もう本当前線メンバーで随分展開しるだからなんか一昨年とかその前の三笘君とか旗手君いた時代のフロントアレみたいな感じの試合の展開になるでしょうかなるほどまあ10点 点ぐらい結構リアルかなと思いますけど。うそう,うゴールラッシュが見れそうなんですね。そうですね。プラス新戦力。セーフティーゾーンからの新戦力。そうですね。だからなんか、ウィナーとかあれば、うん、誰がハットトリックあるかみたいな、うん、そういう予測がてもおかしくないかなと思そや。そう、そんなぐらいでいいんですね、思ってて。そうだと思いますね。わかりました。はい。あまあ、これやってくれるでしょう。そうですね。うん あとはわれわれがこう案じなきゃいけないのは、うん、まあ今回もそうやってこの渡辺剛君、松田耕輝君は直前合流になるし、三笘君は西洋ってところももともとあるから、けが、うん、人がやっぱり増えてくれないことだけはちょっと願いたいですけどね、相手とこう工作とかなくても、ただ単にこう足滑らしちゃうみたいなこと,とかもなくはないでしょうから、それだけがないようにこう気をつけていただければというところちょっとあですか、ゆっくり見れる感じのゲームになりそうですね。 そうですね、あとはだからもう、これでもベースも完全に作りました、いわゆる世界相手でも戦えます、アジアの相手でもやれますっていう、うん、えそういうメンバー、そういう戦術を作った上で、うん、だんだん少しずつまた若手を入れていく、若手を入れていくってことをつなげていって、アジアカップでも優勝しつつ、最終,最終予選でもちゃんと勝ちつ,つつ、うん、また南米や欧州と当たって、ワールドカップ新しい景色になっててくれちょっとだけ噛んじゃったね。 代表はかまないでほしいね河野先生の言った今本当僕もその通りだと思うんで大丈夫です僕がかんだで先にそうだね大丈夫そうだね一個もかまないでいっていただきたいはいまずは滑り出ししゃべり出しでございます一つねそうですねえ分かりました楽しみでまた佐野選手の初代表カップなんていうのもちょっと楽しみ細谷さんも点取ってほしいしねさあキックオフはいつの何時 11月16日木曜日の19時でございます。見るワカでも同時視聴ありますね皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、楽しみでいます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、お送りしました、見るワカマイチャンネル、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。チャンネルもよろしくね。じゃあね、井戸メバーでした。のうみるさとでした。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ,バイ。またね